にちは、そりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はシーンで買ったね、購入品紹介を紹介していこう。購入品紹介を紹介ちょっと待って、間違えた。購入品を紹介していこうと思います。よし、お洋服からいきますね。あ、これりみちゃんのか。一発目でりみちゃんのどうしちゃった。まず一つ目はこちら、開けてみますね。メンズ？これね、そうメンズ服なんだけど、そうメンズ服をダボって着るのも好きなんです、私。まあ、これはまあレディースなんだけど、これもダボって着てるんですよね。え、かわいくね。なんかこんな感じのトレーナーですね。グレーのトレーナー。待って、似てない？色似てる。私こういうの好きなんだよね。ごめんね、ほんとに。似てる。で、これをね、あのまあダボっていきたいなと思って。サイズはどこに書いてあるんだろう。あ、L だ。 L を買いました。そう、メンズ服を L で買いました。マジダボっていきたいなと思って。ちょっと最後にね、着てみましょう。はい、着てみます。で、リミちゃんお揃いで黒を買いました。こんじゃん。あ、こんだわ。めちゃめちゃコーンだった。はい、コーンです。こちら色チー、イエーイ。で、リミちゃんも L ですね。 L を買いました。え、モコモコなのこれ。裏金もついてて結構モコモコ見えないよね。止め越しだと分かんないんだけど、裏金も一応ついてます。結構分厚いね。そうなんよ、だからね、寒い冬でも大丈夫って。3着目です。3着目は、あ、ちょっとなんか雰囲気が変わりましたね。藍色、赤ですよ皆さん。藍色、藍色。あー、かわいい。あ、ちょっと待って、かわいいかもしれない。ちょっとかわいい。こちら、ここが胸元がリボンにできる、ブラウスを買いました。赤です。秋っぽくない？めっちゃ秋だよね。で、結構生地トロントロンしてて、あのね、あんまね、シワになりにくそうです。ただね、ちょっと冬は寒いかなとか思うから、この生地、中になんか着た方がいいかもしれません。え、かわいい。で、ここでさ、こうリボン結びして、私リボン結びまでできないんだよね。かわいい。ちょっと後で着まーす。で、次にこちら。これは、このね、ブラウス、これに合わせようと思って買いました。スカートですね。スカート。あ、かわいいかもしれない。こんな感じの、見えるかな。こんな感じのスカートで、ここにね、スリットっていうのが入ってて、足長効果みたいな。期待できますみたいなスカートです。入るのかな？あのね、私ね、あのね、聞いて。私ね、ダイエットしようと思いまして。入るっしょ。入るっしょ、まあ、うん、大丈夫。うん。次、こちら。これは、トレーナーです、また。なんか、かわいい。ちょっと待って、かわいいかもしれない。こちらでーす。大きい。ちょっと大きいかもしれない。え、待って、そうだ、想像以上に大きい。待ってこれ、え、大きいね。ちょっと待って、大きくない？ワンサイズって書いてあるから、多分サイズ1種類しかないやつね。え、だって大きい。え、大きくない？あ、でもダボっと着るんだよ。裾幅はちょっと大きいけど、そういうもん。丈はそうでもないじゃん。確かに。あ、そういうもんか。こういうダボっと着るやつ、ね。ああね、なるほどね。あなたね。可愛いんじゃない？あ、可愛いかもしれない。うん。あ、でも可愛い気がしてきた。袖がなんかデニムっぽくなってる。そう、デニム生地になってて黒なんですけど、これいろんな種類が、いろんな色違いがあって、ここがね、もっとデニム青っぽいデニムだったり、ここの黒の部分が白だったり、いろんな色があったんですけど、今回はね、この色合いを選びました、私は。あとで着てみます。私さ、骨格、自称骨格ストレートなの。診断とか受けてないから正確にはわからないんだけど、で、私だからこういうズボンを避けてきたんだよね。だけどちょっとなんか履きたいよ、されてしまって、ちょっと買ってしまいました。デニムのね、ロングズボンって言いますか、
ワイドパンツです。これね、今流行ってるんだけどね、なんかウエストが絞れるみたいな。どうやって絞んの？え、なんかここにね、あのフックがあって、ここにレモンフックがあるんだけど、こういう感じでフックをかけて、こうやってウエストが絞れますよって言われてるんだけど、ちょっとウエスト絞れる、両方絞れるんだ。そう、だから均等に絞れるんですよね。だからね、超細い人はめっちゃ絞れる。そうだから私は超細い人、絞れるかわからない。そう、絞れるかわからないの。だからね、待って、話を聞いて。あのね、絞れるぐらいになりたいなと思って。ということで、あの、多分服は以上ですね。結構買いました。後でね、いっぱい着たいと思います。次にね、小物系をね、買ったので紹介していきます。カバンですかね、これは。ハート型のね、あのね、カバンがあって、あー、かわいい！超かわいいと思って買いました。かわいい。え、かわいくない？想像以上にかわいいんだけど。こういう感じでね、ハートなんですよ。で、こうやって腰にこうやって。紐ついてるの？紐ついてるよ、きっと。あらあらあら。あ、なんか紐を持った以上に安っぽい気がする。ちょっと、シワシワしてる。私でもそういうのあんま気にしないタイプなんで。確かに。いつもシワシワ。いつもシワシワ。え、それは心外なんだけど。あら。つけれましたー。誰でもつけれるんだけど。え、かわいい。え、ちょっと待って、かわいくね。こういう感じでさ、あ、かわいい。え、斜め掛けにするんじゃないの、それって。そうだよ、長く伸ばした方が。長く伸ばす、ん、できる。ひどっ。できるわ。こんな感じでね、斜め掛けにできるよっていうアイテムです。かわいいね。中は、中ね、ポケットとかもついてないですし。あ、でもなんかね、すごい、そんなに開くんだ。なんかね、こんな感じで、まあ、携帯とか。ポケットとか一切ついてない。そう、ついてないから。まあ、入れると、小物を入れるとしたら、ポーチとかに入れるしかないですけど。マジかわいいね。ちょっとこれ使えていこうかなと思います、今後。そうなの、ちょっとね、これも紹介していい？うん、ね、今私のスマホケースなんですけど、これもシーンで買いました。かわいくね。私でもこのお菓子の名前知らなくて、お母さんとかに聞いたら、え、知らないのって。知らないでしょ。私以外みんな知ってました。買ってるんだからね、すごいよね。なんだっけ。キャラメルコーンだよ。キャラメルコーン。リミはね、知ってるって言うんだけどね。美味しいやつとか言って。しーちゃんは全然、多分この頃さ、全然お菓子食べない時期だったもんね。あなた一時期全然食べなかったじゃん、お菓子。その頃だろうね、きっと。買いました、かわいいです。ね、キャラメルコーン調べるのにこれを買うってところがすごい。ディスってる？カエル食ってないです。あ、褒めてるじゃん。いや、もう別のも褒めてもないけど。まあね、あの、すごい可愛くて、本当にね、可愛いので、ちょっと買ってみてください。お揃いになれます、私と。あ、あともう一個スマホケース買ってた、これ。じゃあお揃いにならないじゃん。違う、あのね、これはね、あの、透明じゃないじゃん。私よく透明なスマホケースにプリを入れるんですけど、友達と撮った。ちょっとね、冬もね、したい、そういうのしたいなと思って。あのね、縁がね、ピンクの透明なね、ケースを買いました。収まった、私。で、次こちら。あ、かわいい。もうすでに色がかわいい。こちらは、ポーチですね。ひよこのポーチ。え、かわいい。なんか小銭入れみたいなやつだけど。そう、小銭入れなんだけど、私はポーチとして使おうかなと思って。買いました。私だって、お財布でもう全部あるから、小銭入れ。待って、中がこんな感じになってて、結構入る気がする。え、これ普通にさ、チェーンがついてるから、キーホルダーとしてこうつけても可愛いと思うし、普通にカバンの中に入れても可愛いと思います。しかもモコモコだから、冬の時期大活躍みたい。あ、かわいい。次。そう、お財布買ったんよ、私。え、結構買ったね。お財布買いました。
ちょっと聞いてください。私お財布、今使ってるお財布結構思い入れがあって、3年生ぐらいの時から使ってるんですよ。だから4、5、6、1、4年ぐらい使ってるの。さすがにそろそろ買いようかなと思って、ちょっと新しいの買ってみました。なんか似てる前のと。前のはゼブラ柄だから。あ、そっか。今回ね、透明でちょっとピンクの、そう、ピンクになってるの可愛くない？ちょっと可愛いね。ここが小銭入れで、ここにカード入れと、まあカード入れ、お札入れでしょ。あ、そうだ、お札入れ結構ねコンパクトだし、すごいね安っぽくもないので、あ、いいかもしれない。え、これもこれ使うかも。私、え、可愛くね、うん、これもよ、こんな感じ、可愛い。はい、今後使っていきます。ね、定規買いました。なんか三角の定規、これね、ピンクのやつ小学校の頃使ってて、透明が売ってたので買いました。これめっちゃ安かった、77円ぐらい。これ学校でね使いたいなと思います。かわいい。ラストですよ。私結構前々から欲しくて、ちょっとね今回ねウィッグをね買っちゃいました。あで、私今ね髪の毛がこのぐらいなの、ここら辺で、ですね、今伸ばしてるんですけど、ちょっとロングになっちゃおうかなと思って、結構長めのねやつを買ってしまいました。でレビューを見る限り毛は抜けるけどいいらしいです。え、どう？え、どう？ちょっと待って、え、あ、どう？え、増えてるくない？長っ。これ長い。なんかサラサラだし、でシャンプーするともっといいとか。シャンプーもできるんだ。うん、もみ洗いなんだけど、あと前髪が長いからカットが必要とか書いてあった。あ、でも可愛い。普通に可愛くね。まあ、これはね、じゃあね、装着する動画をね、また別動画でね、はい、せっかくなので、みんな気になるよねこれ、装着したらどうなるのって。なんか結構いっぱい売ってたよね、新宿で。いっぱい売ってた。で今回ねこちらを選んで、なんかハイギアとかもすごいなんか自然でいいみたいな。めっちゃストレートやん。するな、そろそろ。すごい、かわいそう。で、これをね、かぶるためにちょっと、なんて言うんでしょう、これ。なんか網みたいな。網みたいな、そう、髪の毛。ストッキングみたいなのかぶった感じ、イメージできるような。そうそうそう。髪の毛をこうやってまとめるやつもね、買いました。ちょ、ウィッグつけるの初めてなんで、人生。うまくつけれるかわかんないんですけど、頑張ります。いやー、楽しみだね。ということで、以上でございます。服着てみますか？そうですね。はい、ということで見ていこうと思います。イエーイ。ということで縮め方なんですけど、ここにフックがついてて、ここにもフックをかけるバーみたいなのがついてて、こうやってフックをかけるとウエストがね縮まるみたいな感じで、私ね1個縮まりました、両方とも。ここを目指すにはまだまだなんで、ちょっと絞りたいなって思ってるんですけど、多分食べちゃうので当分無理でしょうね。かわいいです。イエーイ。はい、ということで今回はですね、今回はシーンでね、シーンで、どっちだ発音、シーンかシーン、シーンかな、シーンでね、買ったものをね紹介しました。ということで、それではバイバーイ。全部当たり、やばい、今回全部当たり。皆さんもねぜひ買ってみてください。